自己肯定感を上げていくといいんですね。はい、皆さんこんにちは、りゅうきです。今日は男性が女性にされるとモラッとする行動というお話をしていきたいと思います。皆さん最近体の夜の痛みが減ってきたというお悩みはありませんか？結構こういったご相談っていただくんですよね。例えばこのようなご相談です。りゅうきさん、はじめまして。はい、はじめまして。私と彼はもうすぐ2年の付き合いになります。来年には結婚も控えてます。去年10月から同棲をしていて、とても仲がいいのですが、夜の営みが月1回程度に減ってきてしまいました。同棲前は会うたびにしていたのに、パッとりとなくなってしまったんですね。私はどちらかというとセックス重視ではなく、触れ合ったりするのが好きなんです。けど彼が私を女として見てくれるにはどうしたらいいか悩んでいます。男性がムラッとする瞬間ってどんな時なんでしょうか？教えていただけるとありがたいです、というご質問です。ありがとうございます。なるほど、男性がムラッとする瞬間ってどんな時なのか、女性っていうのは気になりますよね。なので今日は男性がムラッとする瞬間をお伝えさせていただきます。ぜひ参考にしてください。男性がムラッとする瞬間9選になります。まず1つ目です。1つ目は体のラインがわかるセクシーな服装を見た時になります。やはり女性らしい体のラインを見ることで男性のムラムラを引き起こすことができるんです。ですから体のラインがよく出るようなタイトな服装がおすすめです。別に短めのスカートでなくてもいいので、タイトな服装で演出すればいいと思います。まあ短めのスカートであればあるほどいいとは思うんですけど、あまり露骨に露出しすぎると逆に下品と思われてしまうんで気をつけてください。そして2つ目です。2つ目は彼の太ももをさりげなく触るになります。男性にとって太ももって結構敏感なんですね。大事なところに近い場所であり、普段はめったに触れられることがないので、とても敏感なところではあるんです。そのため、隣に座った時など、さりげなく彼の太ももを触ることで、彼は想像がかき立てられるんです。そしてムラムラしてくる可能性はあります。なので、彼と密着した時はぜひ試してください。そして3つ目ですね。3つ目は、他の男性とエッチをした話を聞かされた時になります。男性経験をオープンに話すことができる関係性でないなら、これはやめた方がいい場合もあります。これは嫌がる男性もいますからね。でもそれを聞かされた男性の心の中ではムラッとしたりするんですね。寝取られ願望的な感じですかね。彼女でなくても他の女性が先週ナンパされてやっちゃったみたいな話を聞かされると想像しちゃいますよね。そしてムラムラしてきたりします。要は想像をかき立たせることが大切なんですね。そして4つ目です。4つ目はグロスたっぷりの唇を見た時になります。唇というのは食べ物を食べたり飲み物を飲んだりキスをしたり本能的欲求を満たすところですよね。ですから効果的に見せることで男性の性欲を引き起こすことができるんです。なのでグロスを塗って唇に艶を与えて口元を意識させることで男性にいろんな想像をかき立たせることができるんです。キスしたいとも思わせてムラッとさせることもできるんですね。そして5つ目です。5つ目は黒のストッキングを見た時になります。黒のストッキングを履いている女性を見ると男性はムラッとしたりするんですね。理由は分かりません。特に透け感と光沢があればあるほど効果的です。タイトなスカートと黒のストッキング、これは男性はムラッとしますね。ただ色気の出しすぎには注意してください。そして6つ目です。6つ目は腕を組んで歩いている時胸が当たるになります。これはデートの時のあるあるですね。男性これ好きなんですよね。平成を装ったとしても意識がそっちに行っちゃいますからね。そしてムラッとしたりしてるんです。まあわざとして悪な女性もいますけどね。一度彼にやってみてください。そして7つ目です。7つ目は女性がかかんだ時に胸元が見えた瞬間になります。これは男性って得した気分になるんですね。どれだけ真面目な男性でも女性が前かがみした時に胸元が見えると視線が釘付けになってしまいます。これは見ようという意識ではなくても本能的に無意識に見てしまうんですね。男の差がです。結構脳裏に焼き付いてしまうんですよね。そしてムラッとしてるわけです。そして8つ目ですね。8つ目は部屋に入って彼女が部屋着のショートパンツに着替えた時になります。男性はねこれ結構ねムラッとするんですね。まあエロく見えるんです。普段ショートパンツを履かない彼女であればあるほどいいですね。ですから彼が皆さんの部屋に来た時はぜひ試してください。おすすめです。そして9つ目です。9つ目は深夜にあるエロい話のトーク番組を見ている時になります。女性からエロい話を聞いたら男性ってムラムラするんですよね。それはテレビを見ている時も同じなんです。深夜の番組で綺麗なお姉さんたちが下ネタを話している番組ってありますよね。そういう時男性はムラッとしていたりするんです。想像をかきたてられるわけです。特に出ている女性が好きなタレントや好みのタイプならなおさらですね。そして好みの服装であればあるほどムラムラ度は増します。他にエロいシーンがあるドラマとか映画を見るのもいいですね。ですから彼とお泊まりの時は一緒にそういう番組を見るのもありです。以上が男性がムラッとする瞬間9選になります。いかがでしょうか。スピリチュアル的に言いますとセックスというのはエネルギーの交流なんですね。そんなエネルギーの交流が減るということは無意識に心の扉を閉めてしまっているということでもあるんです。つまり相手のエネルギーを何らかの理由で皆さんが入れないようにしているということなんです。そういう時に夜の営みが減ってきたりします。つまり外の世界でそれが彼を通して現れてきているだけなんですね。
おそらくそれはどうせ私なんてという思いからです。この自己否定感や自己無価値感がセックスというエネルギーの交流や彼が皆さんを求めることを止めてしまうんです。だからこそここに気づいて自己肯定感を上げていくといいんですね。まあ気づいただけでも意識は覚醒しますけどね。どうせ私なんてという心の扉を閉めずに、私といたらあなたは幸せになれるよ、これくらい自信を持って心の扉を開けてほしいんです。そして彼のエネルギーを入れるように意識してほしいんですね。すると彼とエネルギーの交流ができますので現実が変わってくると思います。では男性がムラッとする瞬間9選をまとめますね。まず1つ目は体のラインがわかるセクシーな服装を見た時、そして2つ目が彼の太ももをさりげなく触る、そして3つ目が他の男性とエッチした話を聞かされた時、そして4つ目がグロスたっぷりの唇を見た時、そして5つ目が黒のストッキングを見た時、そして6つ目が腕を組んでいる時胸が当たった時、そして7つ目が女性がかかんだ時に胸元が見えた瞬間、そして8つ目が部屋に入って彼女が部屋着のショートパンツに着替えた時、そして9つ目が深夜にあるエロ話のトーク番組を見ている時になります。彼がムラッとする瞬間、ぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。